なった。初めてなんですけど、いいですか。コーヒー&バニラ。全部俺に預けて。ありがとうございます。ステージでございました。はい、改めてご紹介いたします。先日まで放送のドラマトック、コーヒー&バニラにご出演されておりました福原遥さんと桜田通りさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。素敵なウォーキングでございましたけども、桜田さんは2度目の神戸コレクションということでございますけども、はい、少し久しぶりなんですけども、はい、いかがですか本日の雰囲気は。いやもう相変わらずすごく活気があって、うん、こんなにたくさんの人は普段、うん、あの一気に見る機会って少ないので、 すごく今日は楽しみにしてました。すごい盛り上がってますね。うちわとかすごいね、はい、たくさんありますよ。嬉しいです。あらうわー ねさあ、そしてお二人がご出演されていたドラマコーヒー&バニラですが、はい、シリーズ累計450万部を超える大ヒット漫画が原作で、福原さん演じる女子大生、そして桜田さん演じるパーフェクトなイケメン社長、今日はそのスーツ姿でお越しいただきましたが、すごいですね、はい、その二人の激ヤマな出来合いラブストーリーなんです。らららら、ね、民放公式ポータルサイトの TVer では毎週1位にランクインして、そしてなんと1週間での再生回数は100万回を突破したという話題になっています。1週間で100万はちょっと半端じゃない数字だと思うんですけども。すごい数字だね。やっぱ反響とかすごかったですか。そうですね、すごいですか。なんか周りの友達だったり、うん、なんかスタッフさんとかもみんな見てるよって言ってくださって、嬉しいです。さすがに100万回1週間で言ったらすごいですよね。いやすごいですよ、とにかくこう、うん、誰でもわかりますけど、そうですか、キュンキュンするような、ね、映像もふんだんでしたが、その福原さんはすごく溺愛される女子大生役演じましたが、はい、どうでしょう、あんな恋愛って憧れますか。いや憧れますね、うん、もうあんな素敵な人がいたらいいのにって思いながらなんかね、そんな役を演じられたのが桜田さんですけれども、はいね、はい、まあ、あんま聞いていいのか分かんないですけど、普段はちょっともし彼女とかいらっしゃったらこう溺愛されるタイプなのかなみたいなのをちょっと。あららら、僕普段、普段ですか。はい、そうですね、でもそのドラマの中の深見さんってすごいもう度が過ぎてるような出来合いをするんですよ。だからなんか僕が自分がそういう風にするってあまり想像つかないんですけどそのドラマの深見さんぐらい好きになる人がもしできたら、はい、うん、あのドラマの深見さんに負けないぐらい出来合いできたらいいなとは思ってます。この先の恋愛で言うと、はい、素敵なコメントありがとうございます。さあそんなドラマ、はい、コーヒー&バニラの関西でのテレビ放送はもう終わってしまったんですが、 TVer と MBS 動画イズムで最終回が来週木曜深夜まで無料見逃し配信をしておりますので、皆さんぜひ見ていただけたらと思います。はい、そしてAmazon プライムビデオでは全話が見放題独占配信中ということですので、はい、この激ヤマなコヒバニの世界まだまだお楽しみいただけます。はい、さあというわけで桜田通りさんに代表してもらって会場の皆さんにメッセージを、はい、ぜひお願いいたします。あれそんなのありましたっけ。そうですね、あの MBS さんで放送していただいていたので、あの今日本当神戸であのもしかしたらドラマを見てあの来てくださった方がいるんじゃないかと思ってすごくあの僕たちあのワクワクしてました。はい、あの制作のスタッフもみんなでワクワクして、神戸コレクションでコーヒー&バニラステージとして立たせていただくことが、本当に光栄に思ってます。あのドラマの放送は終わってしまったんですけども、配信もまだまだありますので、ぜひこれからも、コーヒー&バニラの応援もよろしくお願いします。あの原作もすごい素敵な漫画なので、よかったらぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。完璧なコメント、ありがとうございました。ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。もう一つお話ししていただきたいことがありまして、はいはい、実は福原さんは
9月20日公開の映画ハローワールドで声優を務められるんですよね。はい、はい、この映画ハローワールドですが、人気アニメのソードアートオンラインシリーズの伊藤智彦監督が2027年の京都を舞台に描いたオリジナルの SF ラブストーリーなんです。はい、声優陣には福原さんをはじめまして、北村匠海さんや松坂桃李さん、浜辺美波さんなど今最も旬な俳優陣、さらに慶音の堀口由紀子さんがキャラクターデザインを務めたことでも話題なんです。うん、今映像出てますけど、すごくとても綺麗な、ね、描写になっています。今月20日公開ということですが、はい、役どころと合わせて見どころを福原さんから、はい、お願いします。ね、私の役どころは、あの主人公と同じ図書委員にいる女の子で、なんか教室クラスの中でアイドル的な可愛らしい存在の女の子なんですけど、このお話は内気ですごいなんか話すのが苦手なあの男の子が、未来10年後の未来から来た自分と出会って、あの大切な人を、未来の恋人の命を、あの救うというか守るっていう SF ラブストーリーになっていて、すごく勇気をもらえる映画だと思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、はい、そちらが9月20日から全国映画館で公開ですので、はい、皆さんぜひ劇場に足を運んでください。はい、してください。はい、さあそれでは最後、福原さん、会場の皆さんに一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さん、盛り上がってますか？なかなかね、最後に盛り上がってるかどうか聞く方珍しいですけども、来た時にね、大体あるんですけどね、まさか終わる時にっていうね、最初のボタンですよ、別にいいんですよ、いや独特で素晴らしい、まだ終わんないんで、別に、はい、そうですね、まだまだあのラーメンは続くので、はい、ぜひ楽しんでていただいて、あのコーヒー&バニラ、ハローワールド、どちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。福原遥さん、そして桜田通りさんにお話を伺いました。ありがとうござ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 いました。ご退場していただきます。ありがとうございます。すごい人気ですね、やっぱね、名前のコールがね、すごいですね、鳴りやみませんけど、一気に湧き出しましたもんね。すごい、うちはうわーってなりましたよ。はい、なりました、なりました。素晴らしい、通りって書かれた、はい、ね、皆さんファンの方がみんな、あのこうなんか、なんですか、でかいの持ってね、うちはね、うちはのことね、でかいのって言わないの、ね、でかいとか言わないでくださいね、言い方考えなさい、口が悪い、育ちが悪いのが丸見えでございますさあ、とても素敵なゲストにお話を伺ったんですが、はい、実はまだまだ素敵なゲストをお呼びしておりますので、これ以上にですか。そうなんです。